うまい。今日は、納豆を使った料理やっていこうと思います。納豆ってね、普通家で食べるときご飯にかけたりね、まあ、そのまま食べる人もいてるんですがね、そういう食べ方が多いじゃないですか。なので今日はちょっと違った食べ方、一口でこう食べれるようなそんな納豆料理やっていこうと思います。大葉を刻んでいくわけですが、まあ大葉なかったらね、なかったでいいんですけど、あれば入れてた方が香り高くなるんでね、入れた方が美味しいかもしれません。大葉も安い時はね、10枚ぐらいで100円しないぐらいで売ってます。20枚かな、それ使いましょう。油揚げ使うんですが、湯通ししてほら油を抜くじゃないですか。でも今回そういうことしません。キッチンペーパーで押さえてある程度油を取ってきます。こうやってほら、キッチンペーパーにじんでくるね。もうこれだけでいいと思うんですよ。もう十分ですね。で、こっから詰め物していくわけで、中に物を詰めていくんですが、くっついてるんでね、この端でコロコロコロっとこうやってすると、うまく真ん中に詰め物できるように袋になるんですよ。もうすごい簡単だしね、これ覚えておいたらいろんなもの詰め物できます。ほら、もうこれだけでこうやって穴開くんですよ。ぜひやってみてください。で、切り端ね、そこはもう捨てなくてね、味噌汁に入れたり、なんかこう炒め物に入れたりして使っていきましょう。捨てるのもったいないですね。で、詰め物していくわけですが、普通に詰めるバージョンとひっくり返して詰めるバージョン、2つのパターンやってみようと思います。これね、また食感違うんですよ。なので、まあ見た目も違うしね、料理が楽しめる、見た目から楽しめるということでやってみます。で、納豆ですね。納豆は、まあ僕2つ使うんですがね、だしとか、そうついてる納豆についてるだし、もうこれも全部使いましょう。もう無駄なく全部使っていきます。で、ここに先ほど刻んだ大葉を入れますね。その前にこう納豆を粘りを出しておきます。まあでもね、焼くと粘りは実際消えてしまうんですけどね。だから僕はそんな100回混ぜるとかそういうことしませんでした。大葉を入れて、ここでもう香りが立つんでね、これをもう軽く混ぜる、軽く合わすっていう感じですね。もうこれぐらいで十分ですね。 OK です。それではね、詰め物、油揚げに材料を詰めていくんですが、僕はまず納豆を入れます。納豆を下に、焼くときオーブンかトースター、まあ何でもいいんですけどね、下火だと下からこう温かくなるんで、チーズを下に入れるとやっぱり溶けちゃうんですよね、下から。なので下火の場合は上にチーズ、まあ、上火の場合も下に上にチーズでいいんですよ。溶けたら下にこう落ちてくるんです。それを考えて入れた方がうまく中にこう混ざり合って美味しいと思います。はい、こんな感じですね。で、詰めました。じゃあ僕は爪楊枝で止めます。もうこれだけ、もう超簡単。今日こんな感じ、これで出来上がりです。で、裏バージョンも同じですね。こういう感じに入れます。で、焼き台で僕は焼こうと思うので、まず鉄板に油をひいて、そこに並べて、もうあと焼くだけです。超簡単。で、焼き加減なんですがね、まあ周りがカリッとする、でチーズが溶ける、それでいいんですよね。あとはもう火が通ってるっていうか、そのまま食べるものばっかりなので、まあ3分4分ぐらい焼いたらいいと思います。いってらっしゃい。
はい、お帰りなさいですね。こんな感じで焼けました。すごく美味しそうじゃないですか。外目パリッといってますね。あとは盛り付けです。はい、完成です。油揚げのキムチチーズ焼き。はい、それではいただきます。油揚げのキムチチーズ焼き。もうこれ熱いうちはね、チーズがドロッといってるんで、いただきます。これガリッと噛んでみます。外、ふわふわ。チーズドロ、納豆ネバ、ドキムチのアクセントめっちゃ美味しいです。これはね、もう、あてです。ビールのあて。まあ、ご飯でもいいですね。うまい。もうこれね、物をもう詰めて焼くだけ。だからね、簡単だから、ちょっと油揚げひっくり返したり、まあ、しなくてもいいです。その方がまあ見た目違うし、食感も変わってくるんでやってみました。まあ時間ある人はやってみてください。美味しいので、ぜひどうぞ。悪魔的美味しさ。人生が豊かになること間違いなし、皆様の日々のご飯のちょっとしたヒントになれば幸いです。コメント登録よかったらいいねボタンよろしくお願いします。ぜひやってみてください。これも手でいけるから。